はいなんですこの動画では日付変更線とはというところで、えー、一番遅い国も含めてお伝えしたいなと思いますでまず、えー、と3つ日付変更線についてお伝えするんですけどもまず1つ日付変更線とはということで定義なんですけれども、えー、地球上で人為的に日付を変更する境界線と人為的にというところですねで、えー、と2つ目なんですけどもこの日付変更線の、えー、と経度というのは180度だとで、えー、一番遅い国 3つ目ですね。一番遅い国というのは、えっ、ー、と、ハワイ。アメリカのハワイですね。えー、結構、あの、意外と勘違いしているとこ、人が多いのは、この一番遅い国というところで、えっ、ー、と、現現状はハワイですね。ですので、えー、まあ、こういった知識があると、えー、いろいろ、まあ、海外の人とかね、こういったことを意外としてたりするんですけど、日本人ってあんまり、まあ、地理とかね、あの、雑学的に先生が教えてくれるっていうことは結構あるんですけども、 あの、きちんとしたことを学んでなかったりするっていうことがあるので、えー、知っておくといいのかなと。特に海外に行って、外国人と話したりする機会がある人はいいかなと思います。で、えっと、外国人との共通の話題ということで、またも一つだけ、あの、動画でお伝えしておきたいのは、あの、聖書のことですね。で、えっと、旧約聖書とか新約聖書とか、えっと、聖書っていうのは、あの、まあ、キリスト教徒はもちろんなんですけど、えっと、宗教観がない日本人からすると、 ないいな人が多いね日本人からするとあんまり、えー、と馴染みがないんですけども聖書の話題というのは普通にされるんですよね、で映画なんかハリウッド映画なんか見てると聖書にまつわることはもうちょいちょい出てきますし、ベースとして知っておく知識かなと思います、で外国人の人と話すときにこういった話題ってやっぱりあるので、えーとまあ、日付変更戦とかねいろんなその知識もあるんですけども聖書の話題っていうのは一つ知っておくと,、えー、と便利かなと。 いいう,うに思いますで、えー、この、えー、動画のシリーズでは、えー、と無料のメールマガジンについてあの必ずお伝えしているんですけれども、えー、と海外のどこに住んでも、まあ、国,外国内でもいいんですけれども海外、えー、とどこに住んでも入り続ける収入ということでオンラインの収入を、えー、これからの、えー、人生にプラスすることをお勧めしていますで具体的にはブログ作成代行サービスというのをやってまして、えー、と稼げるブログを作れないと。 ブログやっても続かないという人が多いので、えっ、ー、と、僕の方で、えっ、ー、と、あなたの稼げるブログを作って、アクセスが集まっている状態ですね。ブログを作ってお渡しするというサービスをやっています。で、えっ、ー、と、無料のメールマガジンの方でご案内してますので、移住をしたいとか、あとはその、ブログで挫折したけど諦められないとか、 えー、とにかく、えっ、ー、と、近道をしたいという場合は、ぜひ利用していただければと。移住とか独立に本気のあなたは、ぜひ利用していただければ、あの、お力になれますので、えー、またご連絡いただければと思います。ということで、えっ、ー、と、簡単ですが、この動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。